こんばんは、気づきチャンネルへようこそ。ということで、電脳幻想夜会も終わり、今日は、3月9日火曜日です。昨日はちょっとさすがにバタバタしてたので、動画撮れなかったんですけども、電脳幻想夜会ボリューム4の、反省でもちょっと話をしようかなと思います。どうやら後で聞きましたら、やはり配信がちょっと、紙芝居状態になってたと、聞きました。まあ、実際、上がってる YouTube の、やつ見ましても、紙芝居になってましたんで、ちょっとね、申し訳なかったなと思います。前回は、画面が止まってしまってたのは、配信の電波とかそういうことではなくて、パソコンの方の、原因だったと思うんですけど、今回は録画の分ですね、ちゃんと撮れてましたので、また上げ直しします。なので動いてる姿が見れるとは思うんですけども、今回は配信の都合で、紙芝居になってたようです。まあ、音は最後まで聞こえたんですけどね、ちょっとどうしたものかと、今考えてます。まあ、プラチナ食堂さんも配信してたんで、ちょっと回線の都合で重たかったのかなというのが結論なんですけども、ちょっと21日には、ちゃんと改善して、ライブが、見れるようにしたいと思いますので、本当にすいませんでした。新しい動画また上げますので、そちらを見てお楽しみください。あと、プラチナ食堂さんも、動画を上げてくれてるので、そちらも見てもらったらいいかなと思います。まあ、プラチナ食堂さん、動画の時も言ってましたが、7周年ということで、おめでとうございます。ということで、先着10名様、日月真嗣、日月誠嗣から一杯おごるよという、そういう企画になってますので、プラチナ食堂さん行ってね、動画を見て、一杯おごってもらえると、聞きましたっていうの、見ましたっていうのを言ってもらうと、ツケになるように、段取りしてますので、はい、皆さんぜひ、プラチナ食堂さんの方にね、行ってください。ですね、次は、3月21日、日曜日ですね、また配信をやります。次はいつも通りの、夕方5時から、17時からスタートとなりますので、よろしくお願いします。次は、外部のバンドさんとか、ユニットが出てきますので、いつもより楽しめるんじゃないかなと思います。で、なんと奏楽団も全員揃わないんですが、ギターのマサさんと2人で、なんと奏楽団アコースティックということで、やろうかなと思っております。面白いライブになるのは間違いないので、ぜひとも皆さん、見てください。よろしくお願いします。ということで、電脳幻想夜会ボリューム4の反省でした。それではまた、バイバイ。